2000年代前半の F1 で圧倒的な強さを誇ったミハエル・シューマッハと伝統のフェラーリの組み合わせ。しかし、彼らが F1 史に残る黄金期を突き上げるまでには、とんでもない苦労が隠されていました。皆さんこんにちは、モーター天国のレインです。今回はフェラーリが21年ぶりのダブルタイトルを獲得し、歴史に残る黄金期の最初のマシンとなった F1-2000 にまつわるエピソードを解説していきます。このチャンネルでは、F1 グランプリに関する様々な検証、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。モーター天国関連チャンネル、投稿者ツイッターもよろしくお願いいたします。今回はこのような内容を解説していきます。F1 が始まった1950年から参戦を続ける伝統のスクーデリア・フェラーリですが、80年代から90年代にかけては長くタイトルから見放されることになります。70年代には水平対向12気筒の 312T を武器にニキ・ラウダ、ジョディ・シェクターらを擁し、ドライバーズタイトル3回、コンストラクターズタイトル4回という黄金期を築き上げたフェラーリでしたが、1983年にコンストラクターズタイトルを獲得してからは、浮き沈みを繰り返しながらもタイトルを逃すシーズンが続きました。90年代に入ると、91年から93年にかけて未勝利に終わるなど、深刻な低迷期も経験。93年にはスポーツカー世界選手権、ルマン24時間レースなどでプジョーを栄冠に導き、優勝請負人と称されていたジャン・トッドを監督として迎え入れ、94年には約4年ぶりとなる勝利を挙げるなど、最悪の時期からは脱しつつありましたが、この頃には最後のタイトル獲得から10年以上が経過し、タイトル奪還のために大幅なテコ入れが求められていました。そんなフェラーリに転機が訪れたのは1996年。マクラーレンとの争奪戦を制し、2年連続のドライバーズチャンピオンに輝いていたミハエル・シューマッハを獲得。ミハエルはこの年、開幕前に目標に掲げた3勝を挙げ、チームのコンストラクターズランキング2位獲得に貢献したものの、この年は信頼性のなさから、勝てたレースを無駄にしてしまうことも多く、チームの課題が浮き彫りに。すると、フェラーリはさらなる改革を実施します。ミハエルがベネトン時代に栄光を共にしたロス・ブラウン、ロリー・バーンを迎え入れ、技術部門のテコ入れに着手。それまでマシン設計を手掛けてきたジョン・バーナード、グスタフ・ブルナーらは、彼らがチーム内で重要なポジションにつくようになると、追われるようにチームを離脱し、結果的に主要スタッフが入れ替わる形となったのです。ブラウンは技術面のみならず、戦略面やチームの伝統的な体質の改善にも貢献。それまで職人が自身の感覚でネジを締め、エンジンを組み上げていたところに、トルクレンチを使わせるよう徹底したり、ランチタイムの飲酒を禁止するなどした結果、マシンの信頼性向上などにもつながっていったといいます。ミハエルの好みを理解する、ブラウンとバーンが手を入れたマシンを投入したこの年は、ミハエルが最終戦までタイトル争いを展開。惜しくも王座は、ウィリアムズのジャック・ビルヌーブが獲得したものの、チームは王座奪還に手応えを感じていたのです。翌98年は、エイドリアン・ニューウェイの加入や、メルセデスとのタッグ紙を結び出したマクラーレンが台頭。ミハエルは6勝を挙げタイトル争いを演じるも、最終的にミカ・ハッキネンに敗れ2位。思わぬ足踏みを強いられたものの、翌年はついに長いトンネルを抜けることになります。翌1999年は、第8戦イギリスグランプリで、ミハエルがクラッシュによる骨折で離脱を余儀なくされ、チームメイトのエディ・アーバインがハッキネンと王座争いを展開。惜しくもドライバーズタイトルはなりませんでしたが、チームは83年以来となる、久々のコンストラクターズタイトルを獲得したのです。ミハエルの移籍をきっかけに大改革が進み、再建しつつあったフェラーリの次なる目標は、やはりドライバーズタイトルの奪還とダブルタイトル。そしてティフォシたちは、70年代のような黄金期の到来を待望していたのです。そして迎えた2000年、フェラーリは前年、ミハエルが離脱した後シーズン途中早々にその年のマシン開発を終了し、次期マシン開発に注力。十分な開発期間を経て、2000年の新車、F2000 が誕生したのです。
99年型の F399 をベースに正常進化を果たした F1-2000 の大きな変更点は、まずエンジン。マシンに搭載された3リッター V10 の TPO049 はバンク角を前年型の80度から90度に変更し、シリンダーヘッドの位置を低くしたことで低重心化を実現、パワーも10馬力アップを果たすなど改良を果たしました。さらにこのエンジンには当時禁止されていたトラクションコントロールと実質同じ効果をもたらす特殊な電子制御モードを実装。過度なホイールスピンを抑え、余計なタイヤの摩耗抑制に効果が期待されました。また、ブレーキキャリパーがアップライトより低い位置に配置されるなど、徹底的な低重心化を狙った痕跡が多数見られました。さらに F1-2000 では、サスペンションアームをフェラーリ F1 史上初めてフルカーボン化するなど、多くの部品を金属からカーボンに変更。これは金属とカーボンの接着相性が悪く、トラブルが頻発したことへの対策でしたが、結果的にマシンの軽量化にも貢献する形となりました。そんなマシンの車重は、最低重量を満たすためのバラストとドライバーを除くと463キロ。これにより70キロほどはバラストを使って重量配分を調整できるため、セットアップの自由度が高まりました。F1 では98年以降、マクラーレンが比較的ローノーズのマシンで2年連続のドライバーズタイトルを獲得するなどしていたことなどもあり、この年はそれを真似てノーズ先端の位置を低くしてくるチームも見られましたが、 F1-2000 ではハイノーズを維持。モノコック上面の高さは前年とさほど変わらなかったものの、コクピット内のフットボックスの位置を引き上げ、モノコック仮面をさらに持ち上げたことで、より多くの空気をマシンのフロアに流し込む設計としました。ドライバーラインナップにも変更があり、前年タイトル争いを演じたアーバインに代わり、スチュワートからルーベンス・バリチェロが加入。こうしてフェラーリは2000年のシーズン開幕を迎えたのです。シーズンが開幕すると、フェラーリは幸先の良いスタートを切ります。開幕戦オーストラリアグランプリでミハエルが優勝、バリチェロが2位に入りワンツーフィニッシュを飾ると、ミハエルが開幕から3戦連勝。この間、ポールポジションは3戦連続でライバルのハッキネンが奪うなど、速さではわずかにマクラーレンに分がありましたが、レースでは信頼性と安定感に欠けるライバルを尻目に、フェラーリが幸先の良いスタートを切ったのです。その後はフェラーリとマクラーレンの互角の戦いが続いたものの、ミハエルはシーズンの約半分を消化した第8戦カナダグランプリの終了時点で5勝。開幕ダッシュの差もあり、ミハエルは2位以下に22ポイント以上の差をつけ、チャンピオンシップをリードしていました。しかし、ミハエルは中盤戦で思わぬ苦戦を強いられることになります。第9戦フランスグランプリではエンジントラブルに見舞われリタイアに終わると、第10戦オーストリアグランプリ、第11戦ドイツグランプリでは他車と接触し3戦連続のリタイア。ドイツグランプリではバリチェロが自身初優勝を果たしましたが、ミハエルはマクラーレンのハッキネン、クルサードに2ポイント差まで迫られ、ダブルタイトル獲得に向け試練が訪れました。さらにミハエルはその後の第12戦ハンガリーグランプリ、第13戦ベルギーグランプリでハッキネンに敗北。連勝を許し、ついにドライバーズランキングで逆転を許してしまったのです。しかし、マクラーレン勢に流れが行きかけた最終盤、ミハエルが第14戦イタリアグランプリ、その次のアメリカグランプリを連勝。これによりハッキネンを再逆転し、チャンピオンに王手をかけると、第16戦日本グランプリでもハッキネンとの予選からの壮絶な直接対決を制し優勝。ミハエルはフェラーリ移籍後初、95年以来3回目のドライバーズタイトルを獲得し、フェラーリは2年連続のコンストラクターズタイトルを獲得。フェラーリドライバーのチャンピオン獲得は1979年のジョディ・シェクター以来、ダブルタイトルもそれ以来となり、実に21年ぶりの歓喜に沸いたのです。前年に長いトンネルを抜け、ついにこの年完全制覇を果たしたフェラーリは翌年以降の F1 を席巻。2001年はミハエルが2位のクルサードの倍近いポイントを稼いで連続チャンピオンを獲得すると、2002年は17戦15勝で選手権を独走。結果的にミハエルを中心にトッド、
ブラウン、バーンらが構築した強力なチームは、2004年までの5年間、連続でダブルタイトルを獲得し続けるという、F1 史に残る黄金時代を築き上げたのです。伝説のフェラーリ黄金期の始まりを告げるような一台となったフェラーリ F2000。その舞台裏には、様々なエピソードが隠されていたのです。いかがだったでしょうか？今回はフェラーリが21年ぶりのダブルタイトルを獲得し、歴史に残る黄金期の最初のマシンとなった F1 2000にまつわるエピソードを解説しました。このチャンネルでは F1 グランプリに関する様々な検証、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺で。